世界のジャパンチャンネルへようこそ。地震大国と言っても過言ではないほど、毎日のように日本のどこかしらで地震が起きています。そんな日本は、予測できない大地震に対して、世界トップクラスの耐震実験や地震に対しての研究をしていることも事実です。今回は、そんな日本の地震や耐震実験を目の当たりにした海外の人々の反応と、日本人の地震に対する思いをご紹介いたします。日本では頻繁に経験するというよりも生活の一部という感覚すらある地震。大きな地震は誰にとっても怖いもので、できれば避けたいものですが、小さい地震なら気にも留めない日本人が多いです。しかし、地震に慣れていない外国人にとっては、小さい地震もまさに人生の一大事。日本の地震速報システムや耐震実験、免震装置など、地震そのものに対する感覚の違いがインターネット上で盛り上がっていました。インターネットには、実際に日本で地震を体験した外国人の感想や、日本で行われた耐震実験の様子が投稿されていましたので、それに対する海外の反応の一部をご紹介します。数日前に起きたマグニチュード 5.7 の地震中でも気づかずに寝ていたよ。その時僕は35階にいた。目覚めなかったけど、朝起きるとベッドが部屋の反対側に移動していて気がついた。地震に対して慣れてしまいすぎて日本人化している自分に驚いた。日本のビルは耐震仕様だからね。恐ろしき日本。いや、本当に日本人化しているんだよ。地震に対して麻痺してしまうのさ。日本には耐震実験のための施設まであるのかよ。さすが惑星日本。やることが桁違いだ。日本レベルの耐震強度をこっちでも当たり前にしよう。土木工学の最高峰だな。日本人はマジでやばい。10階建てのビルがマグニチュード 7.3 に耐えた。俺の国じゃ信じられないよ。一瞬で街中の建物が倒壊するだろうな。ひびが入っているから崩れるのは時間の問題かも。それでも多くの人の命を救うことになるけど。すごいなんてもんじゃない。僕も日本の耐震実験に参加したかったよ。耐震関連の技術にすごく興味があるんだ。実際には窓ガラスがあるわけだから、その破片とかも考慮しないといけないね。だけど実験自体は本当にクールだった。皆さん、これが日本ですよ。この国はあらゆる分野でぶっちぎっているな。車でも建物でもカメラでも、何だってそうなんだ。オランダもこれくらいの耐震技術を取り入れよう。バンクーバーにこれくらいの強度のビルが建てられるようになるのは、一体何年後のことになるんだろうか。日本の耐震実験は次元が違う。こっちのビルの耐震基準じゃ耐えられないだろうな。日本人だって本当はみんな地震が怖いはずだよ。慣れもあるけど、ポーカーフェイスしているんだよ。本当に地震の被害妄想になるよ。大きい地震を初めて経験した後、数日間はベッドに入ると地震が起こっているように感じるんだ。めちゃくちゃクールじゃん。耐震実験のためにここまでやるか普通。地震災害を克服するためには、ここまでやらないとダメなんだってことだよね。日本人、これだけの規模の実験施設を作ってしまうとは、ルーマニアで大規模な地震が起きたら、壊滅的な被害になるだろうな。エンジニアの一人として、めまいを起こしてしまった。実験があまりにもクールだったから。日本は、最悪な事態に対する準備が万全だね。学校で鉄筋コンクリートについてちょっと学んだけど、思っていた以上に柔軟性があって驚いた。さすがにコンクリートにひびは入っちゃうんだな。それでも倒壊していないのは驚きだけど。私も日本で小さな地震を経験してすごく怖かった。ダイニングルームのソファーに一人で座っていたのを覚えている。動きが止まったらホストファミリーが部屋に入ってきて、小さな揺れを感じたか聞かれたけど、あんな揺れたのに小さな地震なのかよって感じだったよ。本当に驚いたんだ。でも、ビルの中は空だし、建てられたばかり。実際には人や物でビルと同じぐらいの荷重がかかるし、
本物のマグニチュード 7.3 の状況とは言えないでしょう。もちろんその辺のことは考慮して設計されているんだよ。実験に携わっている人たちはあの日本のエキスパートだぞ。脅威の民族、その名は日本人。普段地震の分野に興味がない人間からしても単純にこれはかなり興味深いよな。実験なんて規模じゃない。お見事。日本に7年住んで今はカナダに戻っている。変な話だけど日本の小さな地震が恋しいんだ。いつも日本へ行くと家に帰ってきたって思えるのが地震なんだよ。まあ日本に長く住めば本当に大きな地震以外は気にならなくなる。確かに俺も小さい地震は結構好き。耐震実験装置にはエンジニアの端くれとしてワクワクが止まらん。俺の国は日本と比較することすらおこがましいわ。ここまで本格的な実験をやってデータを取ればほぼ完璧に大地震に対応できるようになるね。日本はいかに多くの人命を助けられるかを考え、アメリカやロシアはいかに多くの人命を奪えるかを考える。これは世界最高クラスの技術だね。でも地震が起きた時に高層ビルにはいたくない。日本の本気を見た。しかしまあよくこんな実験をやったもんだよ。あのシステムを作り上げるためにこれまでどれだけの努力をしてきたのかと思うと心から尊敬するよ。建物がマグニチュード 7.3 の地震に耐えるのに必要な強度を計算するのもすごいし、耐えられるだけの建物を実際に建ててしまうのもすごい。俺たちが日本に追いつける日って来るんだろうか。この実験で得られたデータは多くの国で重宝されるだろうね。日本に称賛の言葉を送らせていただくよ。このまま素晴らしい実験を続けてくれ。東京オリンピックまでに地震が起こったらどうする？日本人がうまくやってくれるよ。日本人はマグニチュード当てをやっている？変かもしれないけど、地理ではやっているんだよ。例えば学校にいると、クラスメイトで6とか、いや 4.5 だとか言って正解を待つんだ。以上が海外の人々の反応です。コメントを見ると、地震に慣れている日本人をすごいと考える人もいれば、地震が恋しくなるほど日本イコール地震というイメージを持っている人もいました。日本人が外国人に比べて地震に慣れているのは確かかもしれません。しかし、いくら小さい地震だからといって楽しい、好きだと思っている日本人は極めて少ないと言えます。自分のいる場所で起きている地震が小さくても、震源近くでは大きな地震が起きているかもしれない。今は小さな地震でも、いずれ大きな地震に発展するかもしれない。津波の可能性は？などの考えがあるからです。また、過去に地震が原因で多くの人が命を落としたり、今でも苦しんでいる被災者がいることを日本人は知っています。小さな地震でも、恐怖で心を震わせる人がいることもよくわかっているので、日本人には小さい地震だから良いという考えはありません。これが実際に地震大国で生きていかなければならない日本人と心を痛めることがあっても当事者になり得ない外国人の差なのかもしれません。いかがでしたでしょうか。これだけ文明が発展した現在でも自然の脅威には完全に勝利することができません。そのために今この時も耐震研究を続けてくれている人がいます。私たち日本人一人一人が地震をなくすためにできることはないに等しいですが、もし最悪の事態が起こった時に自分や大切な人を守る準備だけはやはり忘れてはいけませんね。皆さんは大地震に備えて何か準備はしていますか？どのような準備をしているか、またはしようと思っていることなど、ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。